い音でもホイッスルの振動と同じ振動をやっぱしとかないといけない。そう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 、3000坪やっぱそうですよね。はい、言えることとおわっ、うん、はい、ホイッスルボイスというのは、はい、一種類じゃん。うえー、そうなんです。そう、この番組はキャラのスポンサーのセクションだ。ブログレスボース。はい、どうも皆さんこんにちは、アイスクリーム講師のデスノイさん、魔法音と、はい、皆さんこんにちは、ボイスドクターのリーです。あった、リー先生だ。気づいた人は気づいたと思うんですけど、そうそう、福岡に来ております。ようこそ。やった、はい、話をしてる。メンソーレで。違う違う、そうですね、沖縄で。沖縄かもしれないです。ちょっと行き過ぎたかもしれない、はい、遊びに来たわけじゃないですよ。もちろんそうなんですよ、うん、もう気づいた方もいると思うんですけど、いつも通りですね、実験をしにもらって、ね、今回もおりますと、はい、どんどん行くぜ。追加追加で、次へ次へ、もう、はい、もう探求が止まらなくて。おー、そうなんですよね。ほんといつも発生で困ったらね、あの人呼んじゃおうかってやっぱ我々の研究室でもなっちゃった。ありがとうございます。すいません、いやーだすいや、とんでもないとんでもないです、いつでも来ますって感じなんですけど、うん、まあご存知ない方も一応いると思うので、はいはい、ご説明すると、もう3年半近くになります。3年ですか。から、まあ九州大学の李先生とですね、うん、まあデスボイスとかボイスルボイスとか、ボイスルボイス、そう、まあいわゆる特殊な発声に関しての、ね、研究実験っていう、今までちょっともうないがしろにされてきがちだったもの、いやそうなんですけどね、を掘ったら掘ったれっつっていうのを始めたのが3年前っていうので、そこから今に至って、ずっとこう実験とか研究を繰り返してるっていう感じなんですよね。っていうまあ、それでね、はい、分かるわ分かるわ。もう出るわ出るわ、もう埋蔵金がもう、掘り起こせ。どこの教科書にも書いてないけどみたいな。今回のこの動画に関しては、うん、まあ、それこそ今回の実験で分かった最新の情報であるとか。一応やっていいんですか。あ、もうちょっと、ちょっとね、言える範囲で。言える範囲で。出していけたらいいかなとかね。はい、とか今回実験の最中の超貴重な映像ですね。実験の様子っていうのも撮ってこさせていただいたりとかね、するので、いろんな情報盛りたくさんですので、そうです、ぜひご興味ある方最後までご覧いただけると嬉しいですという感じで、はい、このチャンネルではこんな感じで発生関係のお話とか日々配信しておりますので、チャンネル登録をお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。先生の近況とか、いっつも先生の近況を聞くと、うん、これやりました、こうなりましたみたいな、どんどんアップデートされるんで、はい、研究者なんで、研究してるんですけれども、はい、それがですね、基本的には、ミックスボイスの研究とデスボイスの研究ですね、はい、まあ、あと、ホイッスルとか、いろいろやってるんですよ、そうですね、いろいろやってますが、はい、そうですね、まあ、ミックスボイスに関しては、もうですね、まあ、いろいろ論文も世界的に発表することができたりしてるんですけど、まだですね、はい、まあ、完全解明したとは実は思ってなくて、それが何かというと、まはい、まあ、ミックスボイスっていうのはですね、まあ、声帯がもちろん、ね、声帯っていう楽器がですね、はい、作っていく、音を作ることが何よりもね、大切にはなるんですけども、もそれをまたトレーニング領域とかでも非常に大事だと思うんですけど、この口や喉の形ですね、うん、こういったところがどういう関わりをしているんだろう。なるほど。MRI っていうね、マホ君に大体参加してもらってるんですけど、大体言ってます。それはデスボイスのあれなんですけれども、はい、そうですね、そのミックスボイスで。はい、発生してるときに、口や喉の形がどうなっているのかというところを、研究しております。いいですね、声帯以外の部分。これもですね、ミックスボイス、マホン君もね、はい、非常に上手になったんだと思うんですけど、はい、まあ、かなり重要な感覚というか、うん、感覚で重要だと言われているところを、うん、まあ、研究で、ね、言語化していくというか、エビデンスを。エビデンス出していくっていうことができそうだなっていうのが一つ。で、あとはまあデスボイス。まあ、これに関してはもうずっとね、タッグでやらせてもらってきて、長かったけど、長かったとか、おかげさまで、おおかげさまで本当に、はい、どうやら、うん、まあ、ね、これはもう恥ずかしくない、ね、世界に出しても恥ずかしくないレベルで整理もできるし、うん、そうですよ、ね、近々これも発表できるんじゃないか、近々、はい、感慨深いですね。多分だけど、まあ、そのね、声の生成に興味がある研究者だからですね、はい、まあ、そういった方々には大きな効果があるというふうに思うし、そうですよ、ね、もちろんね、泉声をね、自由に出したいっていう人にとっても、はい、大きな、ね、助けになるような研究になったと思うので、おまあ、これもね、まあ、今年仕上げていきたいなと思ってます。激動ですね。さあ、じゃあそしたら先生のご近況が分かりました。こんなところで、うん、まあ、今回の実験に関しては、はい、まあ、先ほどもちょっとちらっとお話したかもしれないですけど、うん、主にホイッスルボイスに関しての、はい、実験を今回やらさせていただきました。うん、で、冒頭に申し上げた通り、映像をですね、ちょっと残してきましたんで、実験中のね、実験中の、はい、まあ、ちょっと iPhone 撮影だけど、ちょっと残してきましたんで、うん、ちょっと一旦それをご覧いただきたいなと
思いますので、ちょっとぜひじゃあご覧ください。これ生で聞かないとわからんよな。このワンオン君のぶち抜けた感じ。本当に。そうですね。普通のクリーンの5倍ぐらいの。5倍。いや、本当に5倍ぐらいじゃないですか。でかさ。いや、本当に。本当に5倍ぐらいですよね。多分これ、でかすぎる。まあ、それ YouTube で伝わらないんじゃん、もちろん。そうかもしれないです。やっぱ伝わらないよね。圧縮されちゃう。わかんないよね。クソでかいです、これ。マジで。とんでもないんですよ。本当に。これと、これじゃないんですよ、今から撮るのは。これじゃないんじゃないところが難しい。そうなんですよ。綺麗すぎる。綺麗すぎる。綺麗すぎてもでもいいのかもしれない。ああ。わかんない。そうですよね。撮ってみないと。撮ってみないと。うん、今どこのピッチ？今 C ぐらいですか。最後のは。うん、最後の D ですね。D7。よっしゃ。いきますよ。はいっす。じゃあ、一応、ここら辺ターゲット。OK です、OK です。雰囲気その辺で。そうね。はい。ああ、いいんじゃない？うん。うん。うん。うわ。うん。むずい。むず。なんかね、はい。いつかいい感じで撮れる気もするんだよな。このままやってれば。うん。そうですね。うん。あ、これほら、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 え、本当だ、ほら、あ、確かに確かに、ほら、あ、本当だ本当、ほら、本当っすね、言ったじゃん、本当だ、すごい、取れた、本当だ、意外と、なんか僕的には僕の普段のフォームじゃない、うん、そうだろう、ね、感じで、いや、いいんだよね、これ多分、まあ悪い例じゃ悪い例だ、なるほどなるほどなるほど、あ、取れた。ベロを出したい。ベロ出してエボイン固定なので、うん、ですよ皆さん、これベロ出してエボイン固定なんですよ。ちょっと難しいんですよ。これがですね、声帯を見るフォームなんですよ。そうなんですよね。ホイッスルをね、解き明かしましょう。完全解明したいなっていう。難しいですね。だからいつもはもっと息入ってやるんですけどね、もっといつも音量出すけど、そうそう、今はちょっとそのもうちょっとこうみんながやりがちなキュッてなってるホイッスルを取ろうっていうやつですよね。そういうことなんですよ。逆にむずいんだよ。逆にむずいんだよ。良い子は真似しないでくださいって言ったんですね。そうですそうです、はい、綺麗だった。うん、綺麗でしたね。詰めたんですけどね。詰めたけど綺麗に出ちゃいましたね、なんか。うん、あ、でもでもでもどうですか、ちょっと求めてる感じに近いと思うんですけど、うん、近いね。これだ。ねえ、これですよね。割と。やっぱまあ、詰めるとこうなるんですね。すごい、取れた。やったぜ。やった。なんか、あと5回ぐらい、学生苦闘するのを想像したんだけど、ね。意外と、意外と、意外と、あ、よかった。あっさりした。よかった。はぁー、はぁー、これは D っす。はぁー、 D。ここそこが F ですか、F、うん、綺麗だったんじゃないかな。うんうん、綺麗です。見れてました。おお。うんうんうん。うん。うん。予定調和な感じがしますけど。そうね。でもやっぱさ、なんかホイッスルのに近いよね、見た目がね。まあまあそうですね。うん。だからやっぱりホイッスルに続く裏覚えなんだろうな。まあそうでしょうね。なるほど。うん、うん。分かったわ。分かったっていうのはやっぱ、うん、この低い音でも。ホイッスルの振動と同じ振動をやっぱしとかないといけない。そう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 。完全にそう。やっぱそうですよね。うん、っていうことはやっぱこのさ必須なんだよ。そうそうそう。っていうことだろ。うん。そのこのファルじゃないと絶対上がれないですよ。ありがとう。いやいや素晴らしい、取れた。さあ今回こんな感じの実験をしてきたんですけど、僕がなんか突っ込まれて。やってね。まあね、地道なんですよ、これ本当に、ね。いや本当にね、これね、喉の中っていうのは本当に見えにくいですし、うん、まあもちろんね、良い子を真似しちゃダメなんですけども、いやいやいや、まあそうやってですね、うん、まあ観察していくっていうか、うもう本当に特殊な状態なんで、ね。もうカットしてますけど、うん、めっちゃやってますからね。あれねえ、大変なんですよね。めっちゃやってますよ。地道なんですよ。いや本当にそれを繰り返していいテイクが取れるまで。いいテイクを取れるまでね、そうこだわり抜いてやっていくっていう。やるんですけど。うん、あれちなみに今回今、はい、皆さんにご覧いただいた映像って、まあ、どんな機材を使って、うん、どんなことをやってるみたいな感じのことを
はい、ちょっとご説明していただいていいですか。あ、もちろんです、はい、ハイスピードカメラというものを使って、はい、喉の中を見ています、うん、お、3年前にも出てきました ね。それが何なのかというと、はい、ハイスピードカメラというのは、うん、1秒間に何枚もですね、たくさんの、まあ、瞬間を切り取ることによって、はい、超スローモーションで再生できるというやつ。パラパラ漫画です。そうそう、声帯の振動というのはもうね、ものすごく高速なんですよ。ですごいですから、はい、ましてや、うん、ホイッスルボイスなんです。確かにこれですね、1秒間に、はい、それこそ、はい、1000回ぐらい振動するんですよ。うちのこいつですか。そういうことなんですよ。やば、ここで1000回みんな振動してるんですよ。やばで、はい、そんな、はい、ものすごく速く振動しているものって、うん、普通のカメラじゃ撮ったって何も分かんないんですよ。確かに、うん、もう早すぎて、ね、早すぎて分かんないってやつですね。だから、まあ、それを観測できる唯一の、うん、唯一ですよ唯一の観測方法が、はい、それがハイスピードカメラです。なるほど。そう、そのハイスピードカメラと、はい、まあ、内視鏡とか光とかね、光とかいろいろ組み合わせて、そうなんですよ、さらに引っかかりでもらって、そうなんですよ、僕の時は声帯を直で見てると。で、僕もそれを見ながら声を出せる。それはそれで僕も勉強になりますしね。そうですね。そうです。まあそういった今回実験をさせていただいて、うん、いやーやっぱりね、うん、これ、まあ、今回ね、マウン君も3年間っていうところで慣れてね、いろいろと生体の画像とかも見られてきたと思うんですけど、そうですね。特に、まあ、マウン君はですね、まあボイスとちょっとずれるけれども、はい、ミックスボイスの発声が最近ものすごく上手になって、ありがとうございます。ね、それもね、別機会にちょっと、まあ、話したいなと思うんですけども、はい、それを今回ハイスピードカメラを用いてしっかり確認して答え合わせ、ちゃんとミックスボイスの方になってるよというかそういう確認にも使えるんですよ。最高、ね、そうなんですよね。そう、めちゃくちゃいい勉強ツールやな。そう、そんな今回やらせていただいた実験の中、うん、もう含めて、うん、まあホイッスルボイスの研究最近結構先生やられてるじゃないですか、はいはい、ちなみにどんなことが分かったとかちょっと言える範囲で言えたりします。最新の情報、ぜひ。じゃあ、ちょっとありがとうございます、はい、お願いします。いや、はい、そうですね、実際ですね、ホイッスルボイスに関しては、はい、まあ、これはですね、うん、データを積み重ねていって、マウン君以外でも、ホイッスルボイスが出せる、女性の方とかね、いろいろ、もういろいろなんですね、ありとあらゆるものを収集して、コレクトしてるんですよ。マジ大変そうでした。いねえんだもん、ホイッスル出す人。そう。で、これね、ちょっと言っていいかな。うんうん、実はですね、はい、ホイッスルボイスって、本当に研究の少ない分野。はいはいはい、それがなぜかっていうと、最初にも言ったと思うんですけれども、そもそも、まあね、出せる人が少ないんですよ、皆さん。そう、なんとなくわかると思うんですけど。そうなんですよ。そうなんです。なので、これまでの学術的な分野っていう中で見てみると、論文もですね、そんなに多くないんですよ。はいはい。で、案外、言ってることが違ったりするんですよ。みんなね。ちょっとその時点でよくないですよね。で、なんなら、まあ、ボイスリング領域で言われていることというのは、当然それはもちろん、ね、エビデンスっていうか、根拠が、なかなかちょっと薄い状態で言われてたりが、まあ、僕らが見るとね、あれ、うん、っていうようなところも結構あったりとかするような、うん、要するに、まあ、非常にこう、なんていうかな、曖昧な領域というか、まだまだ未開拓ゾーンなんですよ。なので、はい、まあ、そういったところの背景もあって、まあ、いろいろですね、まあ、しっかりと、こいつでボイスができる人を、はい、呼んでですね、で、その時の声帯の振動というものを観測しました。はいはい。で、まあ、これですね、まあ、去年もね、はい、学会とかで発表して、これからね、またそれは世界的にも公表していく段階なんですけど、一つ、はい、まあ、言えることというのはですね、はい、ホイッスルボイスというのは、はい、一種類じゃない。うえ、そうなんですよ。そうなんですね。なんで、はい、ホイッスルボイスはこうですよ、はい、みたいな感じで書かれているというか、うん、言われていたり理解している人がいるとすれば、それは明らかに間違いです。はい、そうですよね。なので、うん、もういっぱいですね、はい、まあ、複数のパターン、いろいろ分けると、まあ、5種類以上です、はい、あるんですけども、まあ、そんな感じです。アンミカさんみたいな。そうですね。白にもいろいろね、何パターンかあるよ、ね。200あるから。ですか？そうそう。ホイッスルも5以上あっても。不思議じゃないですか。そうですね。そうなっちゃう。そうなっちゃう。で、まあ、いろいろある中で、はい、このパターンっていう欲しいパターンがもう一個残ってたんですけど、はい、そのためにですね、誰だと、誰ができるんだと。狙ってこの人しかいない。狙ってってことですよね。狙ってやってもらいました。狙ってってこと。ね、実際にね、うん、できたからね。そうなんですよね。だから、うん、なんでしょうね。あの、映像でご覧いただいたやつって、うん、ちょっと実験の内容とかぶっちゃうかもしれないですけど、うん、僕のホイッスルじゃないんですよね。もともとのね。もともとの、いつもやってるホイッスルの出し方じゃ全然なくて、うん、なんなら、ちょっとこう、あえて、辛く、のを締めて、出してるんですよ。
っていうのにしたら、多分先生の求めてるとある振動パターンになるんじゃないかなと思って、そうですね、やってみたら、はい、まさに乗りましたね、はい、乗りましたね。同じその例えばね、同じ高い音だったとしても、うん、いろいろな仕方がある、うん、ということがまあ分かったかなということですね。まあ、その中でもですね、はい、あの群を抜いてそのオム君の、はい、まあ、ホイッスル、普通の僕の通常レギュラーホイッスル、ホイッスルはまあぶち抜けてるんですけど、これ、ね、生で聞かないと皆さん分かんないと思うんですけど、多分さっき映像で、ね、流したかもしれないですけど、圧倒的大音量、ね、いやーすごいよね。いやいやいや、本当にありがとうございます。そうおっしゃってもらうと嬉しいんですけれども、うん、なるほど、まあ、いずれにせよそんな感じですね。ホイッスルについてもかなり良かった。素晴らしい。はい、いやありがとうございますね。じゃあもうどん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 研究がそれこそ3年半前ぐらいから続いてきて、もうこんな段階なんですよ。もうだからデスボイスもねホイッスルも考え深い、でも考え深い、考え深い、本当にデスボイスホイッスル含めて、もう本当出したら今年中とかに発表っていう段階にまで必ず来てるってことっすね。あ、もう必ず必ず、あ、もうもうそういう段階なんですよ、はい、っていうところを、今回動画で、発表できてすごく良かったかなと頑張ります。思います。その論文とかって僕は見れたりするんですか？要約とかはね、皆さんもこう読んでもらったりとか、あ、多分普通にアクセスもできると思います。あ、アクセスできるんですね。僕の過去の論文とかも普通に要約は多分みんな見れると思うんで、お、まあ、その Google 翻訳でも何でもいいんで、あ、なるほど、ちょっとかけてみると、あ、こんなこと研究してるんだとかは内容に調べできるんじゃないかな。英語ですもんね。英語なんで、ね、そうですよね、はい、だからまあ原文ままってわけにはいかないかもしれないけども、そうです、まあ英語の勉強になります。なりますよ。英語の勉強。ポジティブ。そうですよね。どうぞ皆さん、なんか、ようやく、もう先生からなんか、じきじきになんかその説明とかって、聞きたかったりする人とかいます？ニーズあるのかな？でもね、なんかいたらなんか、ようやく、むしろ先生から直接聞きたいとかあれば、ちょっとぜひコメントとかで、ね、教えてほしいなと思って、はいはい、でもコメントで教えてほしい。まあね、論文の内容って結構専門性高いけど、うん、まあ実際、本当にね、うん、特に歌唱者の人とかには、役に立つ内容だと思う。間違いないですね。ボイストレーナーの人にとってもね。そうですよね。なんかいつかそういうのね、なんかこう知りたいって人がもしいたら、うん、なんか機会にね、いいかもしれないですからね、うん。ちょっとその辺はヒントでもらえればと思うんですけれども、はい、ちょっと面白いことやってんじゃんと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンと、はい、あとチャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。